アフリカ料理の講では、アフリカ全般の伝統的な食文化について解説する。アフリカの食文化の素材は、その地で栽培される雑穀、野菜や果物、さらに牧畜で生み出される乳や肉である。アフリカ大陸のいくつかの地域では、ヨーグルトやホエイが特に主要な素材として供される。しかし熱帯アフリカにおいては、気候や家畜の薬病などにより、 牛乳の生産や利用は低調である。様々な気候の下で生み出される食素材と外来民族が持ち込んだ調理法が相まったアフリカの食文化は多彩で、中部アフリカ、東アフリカ、アフリカの角、北アフリカ、南部アフリカ、そして西アフリカそれぞれに独自の料理や食にまつわるしきたりが存在する。アフリカ大陸北部は、 古来からローマ帝国やイスラム文化の影響を受け、インド洋に面した東アフリカはアラブ商人が持ち込んだ文化の影響が強い。一方、大西洋に面した西アフリカは大航海時代や奴隷貿易にもまれる中でヨーロッパの食文化やアメリカ大陸原産の食素材を受け入れ、キャッサバや落花生、トマトなどは今や食生活に欠かせない素材である。 南部アフリカではもともと素朴だった先住民の食文化が16世紀以降に入植した白人の食文化を受け入れ大きく変動した。アフリカは地球上で2番目に大きな大陸である。気候区分は地中海沿岸の地中海性気候、アトラス山無薬遺南の砂漠気候、赤道直下の熱帯雨林気候、サバンナ気候、さらに南部アフリカの地中海性気候などに分かれ、 人類学的に見れば100以上もの異なる文化圏や民族圏が分布している。気候や民族の違いは多様な伝統や料理文化を生み出した。夫婦は中部アフリカの主食である。ここではピーナッツスープが添えられている。中部アフリカはティベスティ山地を北端とし乾燥地帯のサヘルからコンゴ川流域の広大な熱帯雨林まで 様々な気候帯を有する地域である。この文化圏は19世紀に至るまで異文化の影響をほとんど受けず、食文化の面でもアフリカた地域に比べて伝統が保持されている。しかし大航海時代以降の奴隷貿易の影響で、キャッサバ、落花生、唐辛子などが大西洋沿岸に伝来し、現在では中部アフリカでも栽培されるとともに、 料理の素材として定着している。中央アフリカ料理の基本的な材料は、プランテントキャッサバである。これらを茹でてから薄でつき、ふふという餅に似た食品を作り上げ、焼肉やソースを添えて食事とする。さらに副食として、鶏肉、オクラ、生姜、ほうれん草、トマト、胡椒、唐辛子、玉ねぎなどを、 ピーナッツバターで調理した煮込み料理が作られ、キャッサバの葉も葉野菜として消費される。一方、バンバラ族は、ピーナッツバターと砂糖で味付けした米の粥を好む。牛肉と鶏肉が彼らの間で好まれる食肉だが、時として、狩猟で得られたワニ、サル、カモシカ、イボイの獅子の肉も消費される。雑穀を発酵させたドブロクや、バナナビール、やシ,シュはなくてはならないものである。 トウモロコシ粉を練り上げたうがり、キャベツの料理、スクマウイキが添えられている。東アフリカの食文化は内陸部と海岸部で大きく異なる。内陸のサバンナ地帯に住む民族は牧畜を制御としているが、家畜の肉を食用にすることはしない。飼育する牛、羊、ヤギなどは通貨、あるいは富の蓄積とみなされている。いくつかの地域では伝統的に牛乳、 あるいは生きた牛から絞った生き血を引用にするが、やはり肉を食用にはしない。一方、農耕を営む民族は、自らが栽培した雑穀や野菜を食用に当てている。白いトウモロコシから作られた餅状の食品、ウガリが彼らの主食で、西アフリカや中部アフリカの夫婦と同じく煮込み料理を、おかずにして、食事にする。ウガンダでは、バナナの一種である。 マトケが澱粉質の食素材として重要視されている。なお、新大陸原産のトウモロコシが広まる以前のウガリは、モロコシの粉末を素材としていた。東アフリカのインド洋に面した地域は、外来文化の影響を絶えず受けてきた。西暦千年頃より、アラブ人の商人が沿岸地域に定住し、スワヒリ語の成立など、文化の多方面に影響を与えた。 現代に残る食文化の面でもペルシャ風の米の調理、サフラン、クローブ、シナモンなど香辛料の使用、ザクロのジュースなどにアラブの影響を伺うことができる。その後、大航海時代の到来とともに、ポルトガル人の交易活動が活発になる。彼らは西洋と東洋を行き交う回路の途上で、東アフリカに寄港し、肉の炙り焼きやマリネ、簡単な香辛料の使用、 オレンジ、レモン、バナナなど、アジア産の果物、豚、そしてアメリカ原産の唐辛子、トウモロコシ、パイナップルなどをもたらした。やがて19世紀、東アフリカ各地は大英帝国の植民地に組み込まれた。イギリス人と彼らに雇われたインド人は、インド式の野菜やカレー、レンズ豆のスープ、チャパティ、インド式のピクルス、サモサ、 紅茶の飲用と茶の栽培技術を持ち込んだ。歴史の流れの中で来訪者がもたらした食素材と調理法により現在の東アフリカ料理が成立している。一方、アラビア半島の国家オマーンではプランテンバナナの煮込みをかけたウガリなどがスワヒリ料理として伝わった。キチャフィットフィットは代表的なエディトリア料理である。ヨーグルトとベルベレが添えられている。 エリトリアとエチオピアは歴史的な関係により食文化に共通する面が多い。エリトリアの代表的な料理は、セビーという煮込み料理とインジェラである。インジェラはソルガムやテフ、小麦を素材とした薄焼きパンであり、また、レンズ豆や空豆を素材としたパスタの一種、ヒルベットが食用にされている。エリトリアの食文化は地域ごとに多彩である。高知では、 インジェラが主食であり、ティグリニアご使用者によって毎日食べられている。インジェラは、穀物の粉末を水に溶いてから、乳酸菌によって発酵させ、土鍋に流して焼いたパンケーキであり、乳酸菌発酵のため独特の酸味がある。このインジェラは、食卓の大皿に何枚も重ねられ、数種類のワットをかけて供される。人々は、命名で大きなインジェラを咲き、ワットを包み込むようにして、 口に運ぶ。一方、低地帯においては、小麦粉から作られるプディング状の食品、エイクレットが、食生活の中で重要な位置を占めている。尺酒を使って、上の方から取り分け、バルバレやバターソース、ミルクやヨーグルトを添えて食べる。インジェラとワット。インジェラは、典型的なエチオピア料理の一つで、雑穀粉の薄焼き。古来から、 エチオピア正教を経験に進行してきたエチオピア人は、その戒律に則っ,った食生活を送る。イスラム教やユダヤ教と同じく豚肉や貝類の食用が寄付されており、これらが食卓に上ることはない。季節の儀礼ごとに精進や断食が行われている。現在、世界で広く知られているエチオピア料理は、ワットである。これは、肉や野菜の支柱で、 上記のインジェラと共に供される。先取ったインジェラで救い取って食べられる。また、いった穀物は、エチオピアの主要民族アムハラ族やティグレ人の間で人気がある。国土の大半が海抜2000メートル以上に位置するエチオピアは、冷量な気候でもあるため、生の牛肉をあえた料理、キット法がある。肉の生食は、アフリカの伝統食としてはここにしか存在しない。 エチオピアで好まれるアルコール飲料は、蜂蜜酒やワイン、蒸留酒、雑穀の薄い酒である。あるいは芭蕉化の植物、遠征手から抽出したデンプンを発酵させた酒も飲まれる。さらにコーヒーの原産国でもあるエチオピアでは、コーヒーの飲料に精神的意識を求めた儀礼、コーヒーセレモニーが古来から連綿と受け継がれてきた。シャルーは、アラブ圏の歌詞。 ハルバのソマリア式のものである。航海の入り口に位置するソマリアは海上交通の要衝である。そのためソマリ料理は様々な文明圏の食文化の影響を受けているが、イスラム教の下で食素材はハラルとして統一されている。豚肉や肉食中、自然死した動物、血液の食用は忌避され、酒の飲用も禁じられている。ソマリアの主食は エチオピアと同様に薄焼きのパンダがインディカ米の一種バスマティが人気の食素材でクミン、カルダモン、クローブ、シナモン、セージュなどのスパイスや香草で風味をつけたリゾットにされる。また、イタリアから伝来したパスタも食卓に登る機会が多い。ソマリアでは夕食をとる時刻が遅く午後9時を過ぎる。さらにラマダーンの期間は午後11時を過ぎることもある。 シャルオやハルバは、イドアルイコールフィトルや観光総祭など、晴れの場で食される菓子である。砂糖、コーンスターチ、カルダモン、ナツメグ、ギーを材料とし、風味を増すためピーナッツが添えられる。また、口に入るものではないが、食文化に重要なエッセンスを添えるのがこうである。食事の後、部屋にダブコドと呼ばれるコーロが持ち込まれ、一堂で炊かれる入香などのコウを楽しむ。 セネガルの代表的な料理であるマフェは、ピーナッツペーストの煮込み。ジョロフライスは、西アフリカを代表する料理である。クローイクローイは、ベナンの料理の一つである。西アフリカにおける主食は、中央アフリカと同じくフフカ、発酵させたかゆのケイ、クスクス、ウガリ、エバ、トウなど、いずれもデンプン質の根菜や、穀物粉から作られた餅状の食品である。 それに副食として煮込み料理が添えられる。夫婦は、ヤムイモや、タロイモ、または、キャッサバなどの根菜、または、プランテンを茹でてから薄でつき混ぜるか、キビやモロコシ、トウジンビエなどの粉を茹で練り上げて作る。夫婦の素材の好みは、民族集団によって違いがあるが、中でも白トウモロコシの粉末が好まれている。県警は、トウモロコシ粉。 ガリはキャッサバをすりおろして乾燥させたものを原料とする。一方、水に恵まれたニジェール川やガンビア川流域では稲作が行われ、セネガル、ガンビア、ガーナではピラフに似たジョロフライスやチェブジェン、マフェなどの米料理が食されている。フフやジョロフライスは後の奴隷貿易を通じてアメリカやカリブ海の島しょ部にも伝わった。西アフリカ料理では 様々な香辛料が使用される。中でもギニア原産の香辛料ギニア胡椒は西アフリカから北アフリカにまで広く流通しヨーロッパにも伝わった。一方、アラブ商人はシナモン、クローブ、ミントを伝えた。大航海時代に至ってスペインアポロ。西アフリカの主食はアフリカイネホニオ、トウジンビエ、ソルガム、プランテン、ハウサラッカセイ、黒目豆。 さらにヤムイモ、サツマイモなどの根菜であり、料理法は炙る、焼く、茹でる、揚げるなどである。イスラム教を信仰する地域ゆえ肉類は羊か牛肉、あるいはヤギ肉である。これら肉類を、ニシンかの魚、ヤーボイを発酵させた、魚醤、ケイチャや豆か植物の実を発酵させた味噌に似た食品、スンバラを調味料として加え、野菜と共に煮込んで、 支柱にしたものが、西アフリカ料理の典型である。セネガルでは、鍋で煮込んだ汁を飯にかけた料理を、ニャーリーチンと呼び、飯に具を炊き込んだ、炊き込み飯のような料理を、ベンナチンと呼ぶ。ベンナチン料理のうち、ニシンカの魚、ヤーゴイを野菜などと共に炊き込んだ飯、チェブジェンは、セネガル人に最も好まれ、かつ誇りとされる料理である。セネガル料理は、 アフリカでも最も洗練されていると言われ、世界各国にセネガル料理店がある。かつての西アフリカ料理は使用する肉類も油も、ほんの少量で、バオバブの新芽や野菜類が一年のうち決まった時期の就職だった。しかし現在では、肉類やヤシ油が容易に入手できるようになったため、味も濃く、非常に高カロリーなものになった。西アフリカにおける種類は、 油やしなどの花の芽を切った先からにじみ出す汁を醸したヤシシカ、バナナビール、雑穀のどぶろくなどである。南部アフリカ料理マゲウはトウモロコシを発酵させた伝統的なノンアルコール飲料でグニジンの間で好まれている。ポジェコはアフリカーナーの作るシチューである。肉や野菜を鉄鍋でじっくり煮込む。南部アフリカの食文化は時にレインボーキュイジーヌとも呼ばれる。 その理由は、アフリカ古来の食文化に、歴史的経緯から持ち込まれたヨーロッパ料理、アジア料理が融合した多彩な食文化だからである。だが、この根底をなすのは、先住民の食文化であり、それを知るには、南アフリカの民族社会を理解することが最も重要である。そもそも南アフリカの土着民族は、二つの大グループといくつかの小グループに分類される。 最も大きな民族集団は、ズールー族、スワジ人、コサ人、ソト人、ツワナ人、シャンガーン人などを含むバントゥー系民族で、彼らは農耕と牧畜、鉄器製造の技術を携え、2000年ほど前にこの地に定住した。現在でもバントゥー系民族は、雑穀や野菜、カボチャなどを栽培し、羊やヤギの放牧で生計を立てている。 小さなグループのうちで有名な民族がコイサンゴ族である。一部の考古学者の学説によれば、彼らは1万年前から南部アフリカに定住していたという。コイサンゴ族の子孫は南部アフリカにおける有色人種の大多数を占めており、ブッシュマンの名で広く知られている、狩料民族の3人とかつてはホッテントットと呼ばれていたコイコイ人とに分かれる。3人が 狩猟生活を維持する一方、コイコイ人は、バンツー語族との接触で牧畜を習得したが、農耕は行わなかった。南部アフリカの食文化は、民族によってある程度は定義される。コイコイ人の食事は、家畜の肉と、父、農耕民のバという語系民族には、穀物や野菜が加わる。一方で、狩猟最終民族の3人は狩猟で得た、野生動物や、 野生の根菜を食料とする。これらの食文化は、すでに古代においてその形式が確立されていた。濃い三人は炙り肉を食べ、さらに干し肉を作って、保存食とした。現在では、南部アフリカに住む民族は、黒人、白人を問わず、バーベキューと干し肉を好んでいる。また、南部アフリカにおいては、伝統的な醸造酒が引用され、食事中の指キタスとして、 人々の栄養状態維持に貢献している。そのため酒の醸造は一家の主婦の最も大切な仕事であり、酒作りのうまさが主婦の評価に直結していた。現在では伝統的な酒に加えヨーロッパ式のビールも普及している。牛乳は南部アフリカにおいて伝統的に最も重要な食素材である。牛は男性の大切な財産であり、結婚の際は 妻の側に、有意能として家畜が送られる。そして結婚後、男は妻子を満足させるだけの乳製品を得るため、牛や羊、ヤギの世話に心を砕く。息子が成長すれば、父親の代わりにその役を担う。しかし、かつては、冷蔵技術がなかったため、絞られた牛乳は、大半がヨーグルトなどの発酵乳に加工された。現代においては、冷蔵や、 流通の発達によって、サワークリームやヨーグルト、カードの類はスーパーマーケットで容易に入手できるようになっている。週末になれば、南アフリカ人は人種を問わず、ブライと呼ばれるバーベキューとトウモロコシ場の食事を楽しむ。この肉とか湯の取り合わせは、パップベレイスと呼ばれる。南部アフリカの食文化では、家畜の肉や乳製品とともに、鹿、ダチョウ、 インパラなど野生動物の肉も使用される。海産物ではザリガニ、エビ、マグロ、ムール貝、カキ、イカ、サバ、ロブスターに人気がある。さらに、ヨーロッパ人に持ち込まれたリンゴ、ブドウ、マンゴー、バナナ、パパイア、アボカド、オレンジ、モモ、アプリコットが食べられている。これら多くの果物は生殖されるほか、ヨーロッパ式のプディングに加工される。また、 ポルトガル料理の影響が強いアンゴラでは、カコダ・アムールラというココナッツと卵黄を使ったケーキが好まれている。地中海を挟んでヨーロッパに面した北アフリカは、モロッコ、アルジェリア、リビア、チュニジア、モーリタニア、エジプトによって構成されている。アトラス山脈以北は地中海性気候に恵まれ小麦やオリーブの栽培が可能であり、エジプトは 砂漠気候にありながらナイル川の水を引き込んだ、考えで潤され、五千年来、幾多の王朝の国葬地帯として栄えてきた。北アフリカの地は、地理、政治、社会、経済そして文化の面において、多種多様性があり、それは、食文化にも現れている。そもそも、北アフリカ料理と称される、食文化は、二千年前にはすでに存在していた。アシダは、北。 アフリカや中東諸国で食されており、同エリアにおいて最も人気のある料理である。多くのアラブ諸国では、デザート料理並びに伝統的な料理の一つとみなされている。クスクスに添えられた野菜とひよコ豆交通や文化の要衝である北アフリカには、数千年にわたって商人や旅行者、あるいは侵略者が来訪するとともに、外部の食文化が伝えられた。 地中海東岸の地を本拠地とするフェニキア人は地中海沿岸各地に植民地を築くとともにソーセージを伝えカルタゴはセモリナの麦をもたらしたベルベル人はクスクスを作り出しローマ人がオリーブ栽培とオリーブ油の使用を本格的に伝えたさらに7世紀以降に浸透したアラブ勢力はアフリカの他の地域同様にシナモン、ナツメグ、サフラン 生姜など香辛料の使用を広めた。オスマン帝国の統治はペーストリーなど甘い菓子とパン食を広め、そしてアメリカ大陸原産のトマト、ジャガイモ、ズッキーニが素材に加わることになる。しかしその影響には各地域で差があるため、現在の食文化にも微妙な差異がある。一般的にチュニジア料理は古代、ギリシアやローマ、アルジェリア料理はトルコ料理、モロッコ料理は イスラムやスペイン料理の影響が強い。北アフリカ諸国の食文化で特徴的なことは全く同じ料理が国ごとに別々の名称で呼ばれることである。反対に国ごとに料理名、調理名の指す内容が異なる場合もある。例を挙げるなら、タジン鍋として日本でも知られている。タジンの語はモロッコではじっくり調理したシチューを意味する。一方、チュニジアでは オムレツカキッシュのような料理を意味する。そして、その異なりは洗練されたモロッコ料理、激しい味わいのチュニジア料理、シンプルなエジプト料理やアルジェリア料理などそれぞれの違いにもつながる。なお、イスラム圏ゆえ、食素材はハラルで統一されているが、アルジェリアでは一部で、イノシシの肉が食べられている。飲酒もはばかられる行為だが、フランスの植民地支配で定着したワインやチビール。 そしてイスラム会以前から連綿と作られてきたイチジクやナツメヤシの酒が密かに飲まれている。ありがとうございます。